はい、前も来て何ヶ月や。3ヶ月になります、ね。3ヶ月、はい、もう3ヶ月はまあまあ付き合いになってきたな。あ、本当ですか。ありがとうございます。今日はですね、手袋くん、はい、いい指令がある。はい、何でしょう。今日は出たら、あいつ名前もわからないけど、岡部と小原さん。岡部、小原、はい、新人のコンビですね。で、現場入ってんだろ。はい、もうちょっと一人で行って、はい、ぶっちゃけ塗り替えどうしようって YouTube から来てるじゃん、あいつら。あ、そうですね、2人ともやっぱ画面と違うって言うじゃん。やっぱ飲んでる時もやっぱね、はい、やっぱ画面では楽しいとこしかなかったから、やっぱ本当厳しいですよねとか大変ですよねだけど、うん、で実際どうなのか、はい、給料も含めて、はい、でも聞き取りできる。ちょ、マジでお前無難な会話しかしてもらったら本当にバッカだよ俺最近ドライバー調子いいんだ。お前のケツドライバーでお前250ヤードぐらい飛ばすぞドライバーで当たり前だよ。いや、頑張ります。岡部さんと小原さんはほぼ同期みたいな感じなんで。同期だよな、はい。まあ、どういう気持ちなのか本当聞いていこうか。そうですね、ちょっとラフな感じで。いや、俺がおったらやっぱ言わんねな。そうですね、実際にうまいこと聞き出せる。ちょっとそうですね、いろいろぶっ込んで聞いてみます。わかりました。じゃあ楽しみにしてます。はい、いってらっしゃい。いってきますお疲れ様です。お疲れ様です。今は休憩ですか。はい、昼休憩です。すいません、休憩に撮影まで何を撮りに来たんですよ僕ら入って2、3ヶ月。まだ自分1ヶ月です。あ、1ヶ月。お二人とも YouTube 見て入られたって聞いたんですけど、はい、その YouTube に映ってる感じと実際入ってみて、それはもちろん違いますよね。どう違いますか。例えばやっぱ動画って正直、じゃあドッキリだったりとか、そうですね、あ、まあバラシの対決とかそういうの動画が多いと思うんですけど、仕事中は、やっぱりそういう時って動画撮るぐらい余裕がある時なんで、やっぱ正直余裕ない時とかはちょっときついというか、まあ大変ですね仕事は。入る前の塗り替え道場のイメージはどんな感じでした。あ、やっぱ楽しそうだなとは思いますけど、まあそれだけが全てじゃないってのが分かってないとちょっとしんどいと思いますね。その楽しいだけだと思ってきたら仕事はまあやっぱりしんどい。はい、小原さんはその入る前のイメージと今の。いや、自分はあらかた想像はしてたんですけど、はい、あ、もう足場の仕事はしっかり、はい、まあメリハリつけてやっとるもんで、まあそれこそ現場が薄い時とかに撮影してると思うんで、まあそれ以外は本当にやるべきことをみんなでやってるんじゃないですか、うん、はい、もう入る前からそこまで想像されてたってことですね。動画だけ見てたら和気あいあいとしてて楽しそうだな、でも緩いなって感覚だとは思うんですよ。でも実際問題仕事ってちゃんとやらないといけないんで、動画の感じだけじゃやっぱ仕事が回るはずがないんだ。ちょっと話変わるんですけど、はい、コミュニケーション的なその人間関係というか、あの動画で見るとやっぱみんなすごい仲良さそうじゃないですか。それはその通りじゃないですか。あ、本当ですか。みんな好きっすよ。みんなすごい話しやすかったり接しやすい感じですか。仕事中は上下関係もちろんですけど、仕事外だとちょっと緩いっすよね、はい、そんなにガツガツした縦社会じゃないっすよね。ああ、めっちゃ厳しいっていうわけではなくて、そういうわけじゃないですね、そうですね。だから本当それは動画通りじゃないですか。みんな仲良くやって。仕事外で会ったりするんですか。仕事終わってから。あ、しょっちゅうご飯行ったりとか、みんなでゴルフ打ちっぱなし行ったりとか。もうしょっちゅう頻繁に。頻繁ですよ。楽しいですか。楽しいですよ。あ、いいですね。まあ一番ちょっと気になる部分なんですけど、社長いるじゃないですか、はい、動画だとすっごい厳しそうに映ってると思うんですけど、実際社長と、まあ、仕事上でもプライベートでもあって、動画と印象というか、実際動画だと厳しめなこと言ったりとか、はい、うん、すごい厳しいイメージありますね、はい、当たりが強かったりとかあるんですけど、はい、でも結局は社長っていう存在、人間性がもう勢いがある人だもんで。そうですね。なんでその厳しめに聞こえたりするけど、僕が思ったのは人との距離感の詰め方がすごい上手だなと思って、なんか社長本当僕もう 2,3 回ぐらいしか会ってなくても、はい、もうすごいなんか心を開きやすいというか。めちゃめちゃいいこと言うんですやっぱ経営者って感じがするな、小原さんは一言で言うならいい人っすよ。いい人っすか。はい、うん、どんなところいろいろでも親身になって聞いてくれるもんね、話を。そうですね。ああ、なんか本当社員のことに寄り添いますもんね。ただ、はい、やっぱ入ったばっかりなのかみんなに対してのなのか、無茶ぶりはあるよねまあ多少はありますけど、でもまあやっぱりそうですね。でもその無茶ぶりも愛情があるって分かってれば全然問題ないんで、
本当スター性っていうか、スター性、人が集まりますよね、この人のところに。うん、いいことしか言ってなくないですか。悪いこと、悪いこと、悪いことね。お腹、お腹お腹が出てる、お腹が出てる。なんでそんな容姿いじりな。本音で喋ってます。本音で喋っておるんですよ。え、ずるいな。岡部は、はい、なんすか、ちゃんと本音で話してください。結構本音なんですけど。本当ですか。はい、むちゃくちゃされてないですか。むちゃくちゃされないですね。自転車もらったりしましたし。いいことばっかり出てくるじゃないですか。しかも作業着も買ってもらいましたよ。本当ですか。何それ、ちょっと待っていい。これで買ってこいよっつって。いいな、優しい。むちゃくちゃ優しいですよ。あんま社長のこと聞いてもいいことしか出てこないんで、うん、やっぱ視聴者の人には伝わりづらいかもしれないですよね、うん、社長がどんな人かっていうのは。でもコメントとか見ると、はい、こんな社長ならついていきたくなるなとか。そうですね、書いてある、うん、そういうの書いてあるんで、分かる人には分かると思う。そうですね、社長のこと掘り下げてもちょっといい話しか出てこないんで、足場班のリュウジさんとか翔さんとか長い方とか動画で見てる感じと実際違います。動画通りだと思います。あ、本当ですか。動画で結構もう素を出してるじゃないですか。あ、僕らもそうですけど、例えば今日撮影あるよとか言っても、はい、別にキャラ作ったりするわけじゃないの。偽る必要性がないもんね。みんなあんな感じです、ね、優しいですか。優しいですね。厳しい時とか。それはあります。怒られたりします。怒られます、ね、僕はアホなんで。アホなんですか。ないですけどね、怒られるようなことはないです。あれから女の子とか遊んでないですか。おっと、あれ、これも。おっと、かいくん、いろいろ知ってますね、小原さん。なんかあった出来事を話したくなるタイプです、はい、なるほど、正直者なんで。確かに、もうにじみ出てますね。最近ご飯行ってることはどうなんだ、岡部くん。どう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 って言っても、相手は何歳だっけ。同い年。同い年、23。同い年か。家近いんですか。15分くらい。うわ、めっちゃいいですね。脈あり、自分の見立て、見立てで。自分その辺が下手っす、脈ありなしな感じ。分かんないですよね、相手の考え、うん、だから自分はどう思いますみたいな感じで、自分じゃ分かんない。脈あり、ありであってほしい。なるほど。え、それは正式に付き合いたいのか、遊びたいのか、それとも本心で好きなのか。好きとかは僕的にもまだ早いと思いますけど。あ、だけど遊びではあってほしくないです。うんうん、仕事のモチベーションも上がりますね。そうですね。例えばだってその日急に決まることは少ないんで、うん、え、今日40分ぐらい遅刻してきたけど。あら、あれ、まさかデートしてた。昨日はしっかり爆睡してました。うーん、じゃあアラームで一回起きてたんですよ、はい、いつも通りの時間には、はい、で、しかも LINE は返してるんですよ、朝。うーん、5時何分かぐらいに仕事出てこいや。動画の趣旨変わってしまったな。確かに、まあでもいろいろ消えたんで。ということで今日は新人の、もう新人じゃなくなってきますけど、はい、まあでも一番そうですね、インスタとか見て、はい、なんかやっぱ入るためにはどうしたらいいですかみたいな。いや、来るんですか。そういうのが来たりして、はい、僕自身答えられること少ないですけど、はい、僕ら自身も YouTube 見て入りたいと思った側なんで、うん、そうやって思う人がいるんだな。あ、まあ人は募集しとるってみんな言っとるでね。そうですね。ただ動画で見てる仕事の感じだけではないよっていうのだけは覚えといてほしいですね。楽しいところもあるぐらいで、プラスアルファぐらいで思っておいてくれたら気持ちも楽になる、うん、社長も言ってたんですけど、はい、なんかお試しじゃないけど、うん、例えば1週間バイトで来るとか、あ、そういうことも一応相談次第でできると思うので、うん、来てもらったら。じゃあ今日はこんなところで。じゃあチャンネル登録といいね、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。また見てねー。